フリースタイルダイアリー Day 45 45日目の正直 Featuring Ken Ken Yo 腰が痛いそんな夜 Yo 寝不足か何かの原因で俺の体蝕むペインこのせいで今日詰めた予定すらももう消したくなりそうで危ねえそれでもまあいいゆっくり何が原因感じながら感じながら体と答え合わせしている日々一日一歩から二から三歩進み続けてるせいであまりゆっくりするのが苦手ちょっと怖え襲ってくる恐怖抱え今宵もペン走らすまでは寝れねえなんてことばかり繰り返してたらば自然と痛くなった腰、yeah、飲みすぎ食いすぎに気をつけるすぐさまその年代襲ってくるぞ時間は早いだけど時間って何あってないようなもんだし、yeah、刻まなければこの感覚飲み Yo一人、二人、三人、そんな会話が増える最近。まあ、それもライフ。Yeah、気にすることが多すぎて、あんまり自分も進めない人。Hey、気にしたところで返して変わり映えのね結果が待ってるだけ。ようならどうするか、あんま気にせず突っ込んでみるだけ。行ってみよう、やってみよう。ノミネートの昨晩との会話、ハイサイ、メンソーレ。街から街、沖縄、東京、山梨、いろんなとこ繋がって花、探し、yeah 腰がいて、それで本当になれるもの探し続け歩んでる日常フリースタイルダイアリー Day 45 45日、3の倍数369、魅力 yeah 魅力ナイスパニック皆さんも、この時期暴飲暴食かなり体に響くんでお気をつけください良い夜を Have a nice time